今シーズンからジャパンラグビーリーグワンのディビジョン1に昇格する三重・ホンダヒート今日は外国人選手や新しく加入した選手を含めた55人が参加してポジションごとにランニングパスやタックルなどの練習を行いましたチームには2021年のトップリーグ最多トライゲッターのテビタ・リー選手ら6人が新たに加入さらに 新しいヘッドコーチには、現在イタリア代表のヘッドコーチを務める。キアランクローリーさんが就任することになり。来月開幕するラグビーワールドカップで指揮を取った後、チームに合流する予定です。アタックもディフェンスも、より、あの、前のシーズンより、しっかり、あの、高めていけるような。ラグビーをしていきたいなと思います。今シーズンは、あの、まあ、ディビジョンは上がったってことで、しっかり現状満足せずに、ベスト方以上を目指して。 ジャパンラグビーリーグワンは12月に開幕します。